来てよかったです。先生と花火を見ることができた。離せ。彼氏面気取る前に俺に勝って出直してこい。勝った暁には先生のほっぺたを食べてもいいでしょうか。あの時私は一度死んだ。今はもう新しい人生を歩んでる。僭越ながら私たち全ての辻褄が合ってしまったんです。あなたの言動は真剣に恋をする者への冒涜です。卑怯者。もうめちゃくちゃです。なぜこんなことをしたのかよくわかりません。